申し訳ない。はい。住んでます。検証会では、5年。おお。出たんですけど、なかなか活動的には参加してせず。よかったですよ。よかったんです、それは。何回か退店とかしてたんですけど、けど、ご本尊様を向かう気持ちは、ずっと忘れずに根拠して。で、よかったんだって。検証会なんか何回退店した方がいいんだ。退店しっぱなしの方がいいんだから。まあ、ある意味、本物のご本尊様に会いたいって気持ちだけ、でのきさんです。で、本当に、会えたの、うん、よかったですよ。今度はね、みんなで今度は一緒にこう日程作ってね、お山、うん、ね、お山に一緒に行きましょうね。はい、あの先日、2月16日大聖寺様のご祭壇に、ありがたくも検証会から入信しました。よろしくお願いします。お願いします。検証会の時には、まあ、一応あの市代表としてご報告させていただきましたが、もう組織のもう空気がもう全然悪くて、もう本当に体調からはね、毎日のようにもう本当にあの上下が目線で持って、もう本当にギスギスですね、本当にね。もう今日は何名できたんで、もういつも本当に、だから自分も本業は毎日のようにもうきちんとね、あげてましたけど、もうその祈りがもう本当知らで、もう苦しいんですよね、祈ってても。でも今本当に、お稽古に入信してから、あの、凡行ってのはもう全然違くて、もう本当吸い込まれるっていうか、もう全然ぶれないっていうか、もう一名一名も本当知らですね、本当にね、もう毎日のように、もう朝からもうね、もうずっと、もう今日ちょっとなんか段取り、あ、なんとしても1名もう1名と、でも本当はもう毎日あの動いて、もう本当にあの気の休まる日もないっていうか、もう本当にもう仕事はしょっちゅう休むわ、でもう本当に嫌になって、もう1年間組織離れて、もうその体調がもうどうしてもやって、もう何回かも組織は移ったんですけど、やっぱりもう本当にあのおかしいんですよね、やっぱり。もう最初入信した時から、もう本当に検証会、おかしいとすごい感じてます、疑問に。もう、本当この前、あの、紹介してもらったんですが、もう本当に折り合いが悪く、もう本当に、あの、ね、もう痛い同心ってね、もう言いながら、歌い文句言いながらも、言いながらも痛い同心じゃないと。本当に、男子部と女子部とはもう、すっごい仲悪いんですよ、もう。もう、通り姿だからね、もう本当に、黒いね、女子部なんて。そうなの？何見てんのみたいな。どういうんだね、本当に。あの女子部がよくあの付き合った彼、なんか騙してじゃないけど入会させるみたいな感じがあるんでしょ、ね、で、そうで、ね、男子部に入るわけでしょ。それでもその後はなんか悪くないの？やっぱ引くときはやっぱね、あのやっぱり、あで最初そぎにやってたらやっぱり揉め事が多いんだね。でそれがなくなって、体調口調同士でこうやり取りして、そこまで行っちゃうとあんまり揉めることはないから、もう本当に入信したときからもう本当に組織が嫌だったんですよ。で3年ぐらい退店して、でも本当にこの新人だけはって、もう大聖人様の棒だけは絶対なんだって、もう頭から離れることずっとなかったんですよ。それからもう本当にあのきっかけで、もう3年ぐらい退店して、もう変な電話が何回もかかってきて、もう班長がいたんだけど、もう毎回もう嫌で嫌でしょうがなかったから、もうしょっちゅう来るんですよね。でもあのその人にはなんか、もう信じきってたから自分は、でも今になれば感謝してるっていうか、でそのきっかけでもって変な電話かかってきて、もう嫌だったんですよ、もうしょっちゅう来てたから、でも出ちゃって約束取っちゃって、やっと戻る時が来たみたいじゃないけど、それからもうずっと8年9年くらいのバリバリ、こんなバリバリやりました。そのきっかけは何だったんですか？そのきっかけはもう絶対変わってやる。あ、逆にね、意地で、そう、絶対幹部になってやる、その意地が絶対組織作ってやるって、もう本当に、じゃあ、なればなるほどやっぱりおかしいんですよね。支隊長になってから本当に、もう隊長と直接指導を受けるわけだから、もうすごいんですよ。
でもう本当にやっぱり、ね、うん、上からもうそういうふうに言われると、うん、もう自分もそれでいいのかなってもう錯覚に陥って、うん、結局下を追い詰めてしまって、うんうん、もうだからもう本当に他の組織見ても、うん、話を聞くとやっぱりグリチャさんに聞いたらやっぱりそうだったと、うん、だからもう組織が嫌で逃げると自分も同じなんですよ。で1年ぐらい本当にあの組織からもう除名まで言われて、お前は除名だ、隊長から言ってたんですよ。もう本当嫌いだったんですよ。隊長クラスはそんな人を除名にするの？いや、そんな権限ないないよね。ないです、うん、だからもう一向いらないから、うんうんうん、口でね、暴力で。でもう本当やめて、そこから組織離れて、うん、でもその前に藤田さんが消えちゃったから、うん、もうすごいショックだったんですよ。なぜ消えちゃったんだ。折り合いがなく、あまりもうおかしいのは分かってたんですよ、スースー。やっぱりいろいろあるんだろうなと思って、まあ総班長だったんですけど、副区長と折り合いが悪いって。でも今後あれですね、まあいろんなそういう経験がね、逆にやっぱその検証会で苦しんでる人をね、救える、はい、やっぱり我々にはやっぱその心はね、うん、体験した人なきゃやっぱさすがに分からないもんね、うん、でも本当もう絶対油断した時に、うん、ひょこっともう隊長から電話来ると、うん、でもその自分分かってるから、うん、またやっぱり来たかみたいな、うん、もう本当に寝る暇もないですだから毎日、でもあの日曜日なんか報告があるから、うん、もう3時ですよね、うん、それから5時に起きて、うん、本ができるわけないですよね、うん、3時に帰ってきて1時に帰ってきて、やっぱあの全部メールで報告しなくちゃいけないと、うん、終わると睡眠時間は全然ない。そうですね、2時間うわ、毎日12時過ぎ、1時、2時です、ね、仕事行ってましたよ、ちゃんと。でも休む方が多かったから、うん、やっぱり、ね、会社の方には多大な迷惑をかけたんですよね。でもなんとか、いやこれはね、今年はね、年始まって検証会の人が3人連続したっていうのがね、まあ、ここへ来てもう4人、5人、6人と、まあ、あの家族も入れればね、そういう数はとうとうね、総価が崩壊する年だと思ってたけど、今年はもう総価と検証会が両方こうドミノが起きる年だなと思ってるんですよ。ぜひよろしくお願いします。もう釈服とか何だかあればもうどこでも飛んできますから、はいね、でも検証会の内部を知ってるのは皆さんしか、その相手の気持ちは分からないけど、本意上のことはね、あのどうして検証会が本意上おかしいのかってことは結構話してますから、そういうので組んでやればね、なんとか救い出せる人がまだまだいっぱいいそうですから、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、そういうことで。